みなさん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はSHEINでスマホケースをねたくさん買ってきたので紹介していきたいと思います。はい、ということで、あのですね、私のスマホ、今むき出しなんですよ。前使ってたやつ壊れたりなくしたりしちゃってて、あのむき出し状態で、もう今日も何回か落としてて、もう結構危ない状態なんですね。危ねなので、あのケースが欲しいとのことで、今回はねSHEINさんでちょっとね安いんですよ、ここなので、たくさん買ってきたのでレビューって形でまあしていこうかなって思います。で、お母さんのが11プロで、私の方が11なんで、あの2種類サイズがあるんですけども、はい、ちょっと紹介していけたらなと思います。はい、で、多分ね好みが違うんですよ、私とお母さんのスマホケースの好みが。はい、お母さんはなんかすごいシンプルみたいな感じで、うちのがリボンかな。そうだね。リボンとかデザイン付きみたいなのがすごい好きで、はい、なのでね、ちょっと好みはちょっとタイプは全然違うかもしれないんですけど、そうね、はい、いろんなジャンルをね紹介できるっていうことで、はい、はい、捉えてやっていきます。はい、まあみんなね500円以下なんですよね。安いよね。安いのだと本当100何いくらとか、そうそうそう、ね、だから、うん、なんか今回はなんかいろいろ安いのをたくさん買って、まあね、スマホってやっぱなんか毎日使うものじゃん。うん、だからなんか楽しめたらいいなと思って、ママなんかスマホケース壊れちゃって、ここね、あ、てかすいません見せてないんですけど、壊れちゃって探して買おうかなと思ったんだけど、一回なんかこうちょっといいものをね、ちょっと高い、なんだろう、まあブランドじゃないけど、そういうのを買おうかなって思ってた時期もあるんだけど、でもなんかやっぱ汚れちゃうし、毎日触るもんね。そう、うん、だからなんかこういう安いのをなんかいろいろ変えて楽しむのもいいかなと思って、ね、2日に1回とか変えてた方が気分とかも上がるだろうし、はい、そうね、洋服とかによってね、うん、このケースを変えるってことが楽しいかなということで、はい、そうだね、はい、あとあのSHEINって安いからみんななんかしょぼいんじゃないのとか、うん、なんか思いがちじゃん。だからなんかみんなも見たいかなと思って、なんか紹介できたらいいなっていうことも含めちょっといっぱい頼んでみたんですよ今回。はい、ただあの好みがやっぱ全然好みじゃないものを買っても使わなくなっちゃうので、好みだけはどうしても、ママはどっちかというと本当シンプル、本当ちょっと大人っぽいシンプルめのやつで、しほちゃんはやっぱリボンとかが好きだから、リボンだったり、はい、ちょっとまあ変わった面白いものだったりっていうのが中心になっちゃうんですけど、そこはちょっとね、はい、すいません、もし私たちの好みに合ってほしいなと思うものがあったら参考にねしてほしいなと思います。はい、はい、ということで早速ね紹介していきたいと思います。はい、全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、14個ですね。14個買ってきました。じゃあ早速一つずつ紹介していきますね。はい、ということで1つ目はこちらです。ちょっと袋じゃ分かりにくいので開けてみます。じゃらーん、こんな感じです。まずこういう真っ黒いケースに大きいリボンがついてます。で、リボンのね、ここになんかカードケースっていうの、ここにカードを入れられるようになってて、肩掛けになっております。これ可愛くない？めっちゃ可愛いみたいな。ほんと一目惚れみたいな。ほんとこういうの好きで、リボンが好きなんですよ。で、前回もリボンついたのを使ってたんですけど、リボンが取れちゃって、そう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 、これはね、すごい取れなさそうだなみたいな感じです。見た感じ、あ、取れなさそう。あんまりカードもなんかなんていうのかな、この生地が革っていうのかなっぽくて、なんかカードも全然落ちなさそうだし、全然可愛いです。汚れとかもないし、めちゃめちゃ可愛いです。てか、このリボンがレザーみたいな、このリボンレザーっぽい、ね、そうだね、うん、レザー調っていうのかな、本物のレザーじゃないけど、じゃないけどレザーっぽい感じものですね、うん、はい、これはね、
カバンに入れるっていうかはかける感じだから、お出かけ、お出かけかなって感じです。スマホをよく使う、それこそ今度どこ行くんでしたっけ？言っていいですかね。いいですよ。今度待ってね。はい。今度卒業ディズニーに友達と行きます。いや嬉しいね。あのですね、私昨日ですね、小学校を卒業してまいりまして、なんとディズニーチケット取れたので行ってきます。イエーイ、ありがとうございます。ありがとう、みんなありがとう。まあ、友達同士って行くって言ってもやっぱまだね、小学校を卒業したての子供たちなので、ちょっとね、代表である、ね、お父様が好意で送り迎えしてくださるっていうことで車で、うん、はい、そういう感じで行かせていただきます。はい、それでですね、はい、お揃い の8人いるんですけど、うん、8人って多くない？8人いるんですけど、8人でお揃いのパーカー着て行くんですよ。可愛かったね、あれ。めっちゃ可愛かったよね。耳付きの黒いパーカー。写真を撮るんですか？写真ね、撮ろうと思ってる。じゃあもし顔消してあげれそうだったらあげれるかな。そうね、イメージ的にこんなのみんなで撮ったようにね、うんうん、お楽しみに。楽しみ。翔ちゃんだから少しぐらいはこうなんかなんだっけ、この食べるとことかこう自撮りとか多分してくれると思うので。自撮りっすか？私撮ってもらうから。あ、そうかそうか、お友達に撮ってもらう。逆に私も撮るからと思って。あ、そうだね、取り合いっこ、ね、うん、取り合いっこしようと思ってます。はい、それショートとかになるかもしれないけど、はい、上げられたらね、様子をね、上げたいと思います。はい、はい、お楽しみにしておいてください。はい、次そうだからね、これディズニーにも使えるじゃん。そうなの、だからスマホよく使うと思うしね。うん、モバイルバッテリー2個持っていこうか迷ってるぐらいで、そう、絶対さ、なくなるよね。うん、でディズニーで大活躍しましたってレビューを見たんだもん、それ。あ、そうね。だから持ってって大活躍した方もいらっしゃるということなので、翔ちゃんも、まあ、検討してみようかなって。でもまだ翔ちゃんほら小学生だからあんまりね、こう管理ができなかったらさ、なくしちゃうと大変だから。そうね、ちょっともうちょっと相談して決めたいと思います。はい、次もめちゃめちゃ似てるんですけど、こちら今度は白バージョンですね。ケースが白くなってるやつ、はい、けどこれも縫い目とかかけるところ紐の何かな、具合が違うと言いますか、デザインが違うと言いますか。こちらでございます。でさっきのと比べるとですね、リボンの形が違っておりまして、こっちの方がなんかシャキッとした雰囲気です。でカード入れもさっきと同じように、まあね、カバーっぽいので落ちにくいし、傷もないですね。いい感じです。なんか紐のデザインがちょっと違うかな。そう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 、縫い目があるかないか。そうだね、ちょっと私がちょっとピンボケっていう、なんていうの、このなんか似てるんだけどちょっと違うみたいな。はいはいはいこれはね、気分によって使い分けられたらなって思います。ね、白い洋服とか着た時こっちも可愛いかもしれない、うん、でこっちは黒みたいな、ね、うん、うん、はい、ごめんなさいね、ママとしほの好みがモノトーン系が好きなんで、結構カラー物的にカラー物しかない、ね、カラー物がないです。そう、カラー物がしーちゃんあんま苦手だから。そう、今日着てるのもほら白黒じゃん。そう、マジで私カラー物があんまり、翔ちゃんはね、白黒ピンクみたいなしか3色ぐらいしか受け付けないからごめんなさい本当で、ママもモノトーンが好きで、ママも黒着てるね今日も。そう、ママ黒しか着ないまあすいません、その辺もすいません。はい、次いきます。次はですね、こちら。あ、こちら唯一ちょっと崩したやつじゃない？ちょっとね、まあ、ベージュっていうの、なんていうのかな、うん、こういうなんか白にちょっと肌色が混ざったみたいな色なんですけど、これね、本命。そうそう、最初になんかこれが欲しいって、一目惚れしたやつで、2個入ってるんですけども。そう、これ2個入りなの、安いんだけど。2個入りってすごいよね。200ぐらいだよね。そうで、2個入ってるってすごいお得ですね。コスパも最強で、これトイレっていうのが可愛くない？これなんでこれと思ったけどね。このびっくりマークとハテナでこうトイレに座ってるみたいな。でも可愛い可愛い、こういうデザインのケースなんですけども、うん、これさ、普通カップルとかがさ、親友、友達親友とかでさ、こうお揃いにするよね。あー、そういう感じなの？
私これ2つとも私が使いますから。でもじゃあしーちゃん最初2つ入ってて知らなかったでしょ。これ2つ入ってるとか言ってたじゃん、さっき見た時。知らなかった、知らなかったけど知らなかったんだけどね。そうだから一石二鳥ということで。そうです。もしカップルで欲しい方、親友と使いたい方はぜひぜひお願いします。使ってみてください。はい、こんな感じです。え、かわいくない？え、めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。あ、いいね、ぴったりぴったりんこ。イエーイ。こんな感じで自撮りしたり猫触ったりみたいな。あ、かわいくない？ちょっとこんな感じでこれをね、愛用していきたいと思います。はい、次はこちら。なんか今日着てる服とすごいデザインが似てるんだけど、これもまたまたリボンですよ皆さん。モノクロで、いやー、こちらこちらは前のやつと似てるね。そう、前のやつと似てて、ここにね、なんていうの、手がこう入れられるっていう、すごい落としにくいってやつなんですけども、これね、前もこの形使ってたんですけど、マジでこれ使いやすくて、あ、やば、使いやすい。こんな感じでね、すごい持ちやすいんですよ。それでここのね、リボンも可愛いし、ここのね、デザインも可愛いし、汚れもないです。めちゃめちゃ可愛い。こんな感じですね。これもいい感じだね、はい、いい感じです。やばい、当たりしか出ない。めっちゃ好きです、こういうの。次はこちら。これもまた多分同じ形なんですけども、ピンクですね。ピンク、かわいい。唯一ピンク。かわいい。ピンクからもの。このリボンの形めっちゃかわいない？めっちゃかわいい。でね、まあ、シリコンケースですね。こんな感じで。え、待って、かわいくない？あ、かわいい。え、かわいい。春っぽい。これからの時期にいいね。うんうん、ね。ほんと、ピンクのお洋服とかと合わせてもかわいいし、うん、こういうね、モノクロの服にあえてピンクをね、うん、添えるみたいな、かわいい。もう今の時代ね、洋服に合わせてこうスマホケースを変える時代ですからね。そうですよ皆さん、本当に。とか言って変えたことない、変えたことない、変えたことないけど、洋服に合わせて変えたことない。ダメで言っちゃう。次はこちら、こちらちょっと電車イン風。これはね、透明ですね。かわいいんだけど、何これ、もう好き。こちら透明なね、ケースですね。クリアケース、こんな感じの。こういうのも今流行ってるよね。そうそう、あの今クリアケースにこの携帯入れて、その携帯とクリアケースの間にカードを挟むみたいな、流行ってるじゃないですか。みんなそうしてるよ。プリとか推しとか、そうそう。で、それ今これはなんと、そういうね、挟むんじゃなくて、ケースがついてるというか、入れられるんです、ね、入れられるんですよ。なんかないかな、スイッチは入れられる。素晴らしい。スマホか、あ、プリか、あのカード、推しのカードか。見せるっていうの。見せますね。はい、いきます。こういう感じでした。あ、これは声優の内田優馬さんなんですけども、ファンバーガー屋とコラボしてた時にちょっと、ね、ファンバーガー食べに行きまして、そのカードですね。これが一番ぴったりでした。かわいくない？推しです。いわゆる推し。やだーもう。あ、でもそれはそれでいいね。かわいいよね。うん、なんかこうカード入れたいって人は、うん、すごいいいと思います。はい、おすすめです。次はお母さんのね、スマホケースでございます。はい、まずはこのね、お揃い。同じ種類の色が違う3種類を同時にね、紹介していきます。はい、全部開けてしまいましょう。袋のインザ袋みたいな。高級、え、待って、鏡やん。え、反射するよ。こう、なんか高級チックでしょ。まあまあ高級っぽいのがいいね。これ絶対なんか手垢つくよ。好きそうだよね。指紋つくよこれ絶対。柔らか素材。うわ、柔らかいんだね。硬くはないんだね。これ絶対指紋つくやつだ。だから袋じゃない、袋入ってんじゃない。だからか。あ、柔らかいです。これもこれが赤ですね。なんか赤もたまに赤って気持ちになるんですよ。もう赤も情熱の赤。そう、なんか真っ赤な
コートとかも昔好きだったし、なんかこうたまに赤を欲しく、可愛いよね、優しい色とかめっちゃ可愛い。そうそうそう。でラスト定番の白、定番ですね、一昨日ホワイトデーだったしシンプルですね、可愛い。でまあね、3つともね、あの端のゴールドがよりなんか高級感増しといいますか。そうなんですよ、金具がゴールドなんですよ、本当に可愛い。こんな感じで入れてみました。白黒落としていい？いいよ。こんな、まあいいか、こんな感じの、ここに周りもゴールドで、はい、で、この金具とゴールド、ここがね、高級感あふれる黒みたいな、めっちゃ可愛いです。はい、映ってるね。はい、はい、こんな感じです。次、次も2種類あるんですけども、こちらもうまた白と黒どんだけ好きやねんって感じでしょ。大好きです。梱包が違う、本当だ、あれもしかしてじゃあ違う種類なのかもしれない。まあ似てる感じだね。あ、違うわ。あ、違うんだ、同じじゃないね。まあでも似てるって感じで、まあね、はい、紹介しましょう。はい、ということでこちらでーす。こっちが黒で、こっちが白です。これはね、ラメっていうか、キラキラがついてて、可愛くない？めっちゃ可愛い。入れました。こんな感じでーす。あ、いいね。可愛い。可愛い。ちょっとキラキラ系で。ね、こんな感じで、可愛いです。そう、硬いやつです。こう、なんかふわふわっていうイメージかもしれないけど、硬いです。そう、すごい硬い。プラスチックっていうの。そう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 。はい。次。次これ、これちょっと私わからないんで開けてみますね。ママが選んだのかな。これわからない、うん、私。なんか自分でつける。わ、毛だ。やめて、毛だって言って止まるの。言い方よ。ああ。なんでよ。毛だ。違う、まだ入ってるからね。それ大事よ。あ、これが本命か。そう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 、それを貼るんだよね、自分でね。そう、それをそこにつけて、まずこの黒いケースとなんか輪っかのポンポン付きと、あとなんかこのね、キラキラ、多分これこういう感じで指を挟める、そう、こういうシール付きのやつ、これよくあるよね。しほちゃんに貼っていただきましょう。無理っすね大丈夫だよ、適当で、まあ、真ん中ぐらいに貼ってもらえれば OK です。できました、こんな感じです。あ、いいね、かわいい。ちょっとこっちよりじゃない、まあまあ気にしない。あ、わぁ、指入る、あれ指ってこうだよね。あ、そう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 。あ、かわいい。よかった、なんか無意識に貼ってたけどちゃんとなってた危ない。もしかしたらさ、あんながこうなってるさ、うん、そうそうそう、こういうタイプえ、なにこれ、花？花。なんかお花のね、ちょっと。でもなんかね、もうちょっとね、見たときは、もうちょっと高級感あるかなと思ったんだけど、やっぱ届いたのは、やっぱ、あ、まあこんな感じかっていう、お値段相当かなっていう感じかな。はい、ということで、次のね、スマホケースはこちらです。なんか花柄ですね。ね。なんかすごいクリアな感じで、すごい透けるみたいな。ケースです。ちょっとつけてみますね。ということで、つけれました。こんな感じです。ほら、やっぱりさ、ちょっとさ、見えるでしょ、元々のスマホの色が、うん、あ、でもなんかちょっと落ち着いた感じの、うん、ね、うん、すごいなんかお嬢様っていうの、そうだね、すごいなんか姫みたいな感じの、うん、大人っぽい感じだよね。ね、うん、本当にそんな感じですね。これはこれでいいのかも。かわいいです。はい、ラストかな。ラストっぽいですね。ラストだ。ラストは、あ、すごい、こちら、こんな感じのスマホケースでちょっと開けていきます。そう、上がなんかちょっと鏡っぽくなってるもんね。そうなの、ちょっと鏡っぽくて映ってるかわからない。どう、結構ちゃんとした鏡だ。嘘、映る、多分めちゃめちゃ映る。あ、本当だ。あ、ちょっとね、映せないかも。ちょっとこんな、ここにね、ちょっと鏡がついてる。そう、鏡になってます。ほら、俺今カメラ映ってしよう。うん、こんな感じの、こんな感じのね、キラキラみたいな感じの、はい、
あ、キラキラ、あ、はい。結構ママキラキラが好きだったりするんだよね。もうこういうの好きそう。好きそうだよね。その嫌そうな子はやめて。いや、なんか見たことあるなみたいな、これ。そう。見たことはないけど。なんか黒とシルバーのキラキラのカメラ、上がなんか上が髪みたいな感じになっております。こうやってね、身だしなみをここを整えた後に写真撮るとか。斜めに写ったらいいんじゃない、写したら。あの本棚なんか写るでしょ。あ、写るの。本棚この前紹介したじゃん。こんな感じです。はい、今ライトが写ってる。マジ眩しいね、ごめんごめん。で、こんな感じですね。横もちゃんとキラキラがついててすごい可愛いです。そう、贅沢みたいな。キラキラ好きにはぜひ。そうそうそう、おすすめですね。めっちゃキラキラです、はい、以上ですかね。はい、以上です。はい、ということで今回はね、あのシーンさんね、スマホケースをね、たくさん買ってたくさんレビューしてみました。めちゃめちゃ全部可愛かったので、もし気になるのがあれば皆さんもぜひね買ってみてください。ということで、それではバイバーイ。